今ただいま髪の毛を整えております。もうすぐ行く時間なので、そろそろ髪の毛はもう完成させちゃいたいですね。生きててよかったって。わかる、そういう習慣あるよね。さっき私桃を食べたんですけど、美味しくてすごく生きててよかったって思いました。わかる、めっちゃわかる。こんなもんかな。前髪って難しいんだよね。雨降ってるよ。あ、どうなの、やんなのかな。もう雨模様ではあるよね。今日は絶対傘を忘れないで行くんだから。めっちゃ前髪分けていこうか。あんまこれくらい分けることないよね。持つかな。ちょっと待って、ちょっとあれが欲しい。こうなん、体調不良って大丈夫？あ、タブがめっちゃハートくれる。ありがとう、いただきます。こんな感じ。たまにはこういう前髪でもいいんじゃない。いいんじゃないの。に分けなくてもよかったかな。ごめんね、今日配信の時にさ、お前が見なくなってたら、あれ、家事分けてなかったっけってなるんだろうな。え、どれがいい、前髪迷う。え、普通にしていこうかな。普通でいい気がしてきた、今更だけど。普通にしようかな。こんだけやってね、こんだけやって結局いつも通りっていうオチ。いつも通りでもいい気がしてくるよね。ね、もう気がしない。今日前髪が本当にうまくいかないんだよね。うまくいかないっていうか、多分私が変な癖をつけてしまったんだと思うけど。普通に、いや普通にしよう、こんな感じで。はい、できた。いや
てきたよ。どうも。ハロー、元気？ありがとう、カジです。どうも。今日はこんな感じで行くので、よろしくお願いします。大丈夫？カジです。もうなんかメイクもできたし、あと本当に準備して行くだけ。準備しよっかな普通にね。ちょっとそろそろこんなのんきなことしてる場合じゃないんですよ。もう行く時間だから。なあさん、七夕、七夕だ。今日は七夕だから願いが叶うんでしょ。叶うのかな願いって。私は叶うと信じてるけど、うむうむ。叶うさ、信じてる、叶うさ。あ、ウィスパリが欲しいですね。おっと、おっと、見当たらない。まあ、いっか。化粧ポーチ完成。あ、今日こっちで行こうかな。あ、これで行こう。マスクもらった。えへ。かりちゃん。元気？みんな。よいしょ。よっこらしょ。このね、エフェクターがね、すごい重いから。やばいんですよ。あー！ちょうど。失礼しました。ゴムすびしとかないと、うん、オッケー。ね、ポーチそんないくらあっても困りませんもんな。もう本当だよ、もう思う。ウォーウォー、とりゃ今日はメガネいらない。ちょっと楽譜がさ見えなくて目が悪くてね。そうそう、だからねメガネを入金してるんですよ。よし、オッケー。あとまあこれだ、熱々。熱最後の最後までアイロンしとこう。余熱もったいないから余熱もったいないから、ちょっとアイロンして。こんにちは、ガジーです。どうも。よし、いるかなアイロン。まあ、マイク持ってこいちよう、ね、アイロンでしょ。で、衣装持って充電器持って、あ、化粧ポーチ。いいんじゃない。こっちのバッグもね、よく使うんだけど、お忘れ物とかがなんか不安だよね。おおおお、大丈夫そうだね。
めっちゃいいんじゃない。お、準備できたっぽい。どこに入れるだけでしょ。髪の毛抜けちゃった。いい感じじゃない。髪の毛もできたし、やることないよね。はい、イエイイエイ。あとこのイヤホンを入れて、イヤホンをずっと耳にして聞こえないふりをしてたんだ。自分とは何だろう考えないで決めていたのに、ちゃん君と出会って僕は変わった、息は気なし走ってる。お、今忙しいだって。あー、お忙しいんだね。いやー、私もこんなにお家にゆったりしてるのすごい久しぶりなので、なんか楽しいですね。なんかすごく楽しいです。いや、ほんとなんかすごいさ、こんだけ長くない、これ。これ何、切ろう、目に入りそうだから切っちゃおう。これくらい、うん、OK。 割と普通に切っちゃう、私。全然切っちゃう。キャラくん、こんばんは。あ、こんにちは。こんにちは。みんな、マジ。家ではこんな感じです、割と。今日撮影をしてから、あれがある。配信があるので、YouTube の方の配信、皆さん、ぜひ楽しみに待っていてくれたら嬉しいなと思います。よろしく。よろしくね、よろしく。今日もカレーを食べた。昨日もカレー食べて、今日もカレー食べたよ。昨日行きたかったカレー屋さんがあったから行けて、よかった。行けたし、今日も昼カレーを食べるっていうね。そうそう、最高。キャルカ、ありがとう。 Thank you。 いいね、お菓子とか爆食いしたいな、急にね。急にお菓子とか食べたくなっちゃうよね。まあでも我慢して今日は配信に臨もうかなと思います。この髪の毛うちいつまでしてんだろう。22歳になるけど、こういう髪型、高校生みたいな髪型してるの。いつもこんな感じ。いいと思うよ、なんかいいと思う、私とっても。うん、そうそう、こういう髪型私は好きです。ショールーム始まってた。ショールームやってます。今日はショールームやってるよ。今日はっていうか、この後も家出る直前に少し時間があったので配信してみたって感じだけど、そうね、近い。お、ミストマさん、ミストマさんこんばんは。違えた、こんにちは。リリースイベントは終了されたんでしょうか。無事に、お疲れ様です。
そろそろお家を出て配信に行ってきますので応援よろしくお願いします。ちょっとここら辺ハゲ隠ししたい。これ耳かけちゃおうかな。これ耳かけちゃえばいい感じなんだけど、今日 YouTube 配信あるよ。みんな見てね。見てね。YouTube の生配信が今日あるので、ぜひチェックしてください。お願いします。今ちょうど編み込みをねしたとこだからね、まだ直せるよ。いい感じ。こんにちは。よろしくお願いします。それではもうそろそろ家事は行ってくる。え、何時今？え、大丈夫だな、まだ。今日夜できるかな。したいんだよね配信。そう、オフモード家事なんで今めちゃめちゃね、ポッて配信してみましたっていう、そんな配信を最近よくやっているけれど、やっぱこうねちょっと配信したいよね。そうそうそう、ちょっとできるかわかんないけど、みんな待っててくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お姉の美容室って、お姉の美容室ん、頑張るね。情報ってアップが公式。あー、そうだね。仮さんじゃないや、ニキのだ、ニキのツイッターだったり、あとカチのツイッターだったりとかなるかな。ぜひたくさんカチをチェックチェックしてくれると嬉しい。ありがとう、いつもみんなに感謝です、本当に。あ、お家で一人でいる と、 ちょっと寂しいね、ちょっとね、寂しいね。そう、 YouTube 公式。あー、違うな。その前に七夕配信っていうのが、ね、ある。7時からかな。 T シャツなんて書いてるのか分かんないなんて書いてるんだろうこれ。それでは行ってくるか。もう行ってこよう。もう行かないと。引き止めないで、みんな。行ってくるね。多分一位おめでとうございます。ありがとうございます。ツン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 。それでは、ガチ。ウーバー配信、そうね。ちょっと待っててね。ちょっとスケジュールが取れてきたらやります。ちょっとウーバー、ちょっとずつ使ってます、実は。メンバーに。ちょっとそれではお手配作成の以上です。またお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。ありがとうみんな。またね。以上です。